豆散歩。熱海駅近くのコスパ良しのお寿司巡り。安くて美味しいお寿司食べ歩きます。駅周辺なのに安い、鮮度も抜群、そしてうまい。ネタよし、味よし、コスパよし。これが熱海のすごさ。地元民もびっくり。熱海駅からスタートします。熱海ラスカ3階のレストラン街にあります。伊東市場仲街の伊豆太郎さん、仲買人のお店なので鮮度の良い魚がいただけます。握り寿司や丼物や揚げ物もありますよ。すべてリーズナブルなお値段です。いろいろな海鮮料理がいただけますよ。炙り秋サバの棒寿司900円、もう美味しそうです。勾配握り1280円、握り8貫でこのお値段は嬉しい。熱海は観光地なので意外と値段設定がお高めだと思っていませんか？安くて美味しいお店ありますよ。最後までお付き合いください。アオサのお味噌汁も嬉しい。アジの握り新鮮です。食べやすく飾り包丁が入っています。イカの握り、ネギトロ軍艦、アナゴの握り、サーモンの握り、マグロの握り、すべて美味しくいただきました。伊豆太郎の海鮮丼もいただきました。平日の3時頃なので空いておりますよ。鉄火ネギトロ2色丼1890円、マグロの赤身とネギトロの最強の組み合わせ。酢飯にネギトロが相性がいいんですよ。マグロからいただきます。おいしい。ネギトロもいただいてみましょう。お醤油とわさびを混ぜてダイレクトにかけます。おいしすぎる。ネギトロ大好き。マグロ大好き。これは箸が止まりません。まだまだ安くてうまくて新鮮なお寿司がありますよ。
駅近くにはまだまだコスパ良しのお店がありますよ。熱海第一ビル、駅の目の前のアタミックスへ行きましょう。地下街にありますマグロ屋にやってきました。値段をご覧ください。安い。水産会社直営店なので新鮮な魚がお安くいただけますよ。三色丼950円。マグロ、タイ、アジが入っています。小鉢、あら汁、お漬物もついてます。美味しすぎて動画を撮るのも忘れて食べ進めてました。気がついたら味だけでした。青魚大好き。お楽しみは最後にいただきます。美味しい。アタミックス2階の美味しいお寿司屋さんへ行きます。寿司どころ和楽さん。寿司職人さんがカウンターで握る高級店。ランチがリーズナブルなお値段でいただけます。夜は完全予約制のお店です。熱海では評判の良いお店ですよ。納得のいくお寿司がいただけます。お店の雰囲気も落ち着けますよ。カウンターで握ってくれます。心よく撮影させていただきました。ランチ桃山1620円。お店の一番お安いセットを注文しました。寿司10貫、小鉢、サラダ、ワンものがついています。高級店のお寿司が低価格でいただけるのが嬉しい。職人さんの技が光る握りですよ。ネタは仕入れによって少し違うみたいです。それにしても美しい。マグロの赤身、白身はカマスです。ちょうど食べやすいシャリの大きさです。もずくの吸い物、江戸前の技が光る優しい握りです。イクラと飛びっこがキラキラ。イワシも新鮮で脂が乗っています。小鉢は豆腐とチーズの白和えです。美味しい。しらすの入っているサラダ、桜エビも入ってました。デザートの手作りプリン。お寿司店なのにデザートもクオリティが高い。にぎやかな平和通り名店街へ行きます。
いつも並んでいるお魚丼屋があります。人気の海鮮丼のお店ですが、テイクアウトのお寿司を販売しています。並ばずに買えますよ。たくさんのテイクアウト商品があります。テイクアウトして海岸でいただくのも良いと思います。並ぶ時間の短縮にもなりますよ。食べ歩き寿司も500円で販売しています。食べ歩きに良さそうです。インパクトすごい。美味しそうで、しかも安い。サンビーチで海を眺めながらいただくのもよし。きっと癒されますよ。サーモンアボガド1200円。サーモンたたきとアボカド、イクラも乗っています。美しい。最強の組み合わせですね。トロトロトロ巻き1350円。赤身、中トロ、大トロ、ネギトロの組み合わせです。最高。キラキラして脂が乗っています。見ているだけでワクワクします。きゅうり、かんぴょう、卵焼き、おまいた太巻きにネタが乗っています。びっくりのコスパ、最強です。とろける美味しさです。安くて美味しい、絶対損しませんよ。絶対リピート確定のお寿司です。帰りの電車でいただくのも楽しいですよね。脂の乗った中トロの下には太巻き、最高です。お得でしかない。近くに系列店、お魚大食堂もありますよ。次は、すぐ隣にあるお店、磯丸さんです。磯丸さんは、熱海っ子も認めるコスパ良しのお店。低価格で寿司や海鮮のおつまみもありますよ。友人とよく利用してます。平日限定ランチをいただきましたが、土日祝日でもいただける熱海にぎり1150円もおすすめです。
人気店なので少し並ぶかもしれませんね。メニューをご覧ください。3時を過ぎると意外と空いておりますよ。アルトクランチ1100円。美味しそうですね。ランチには十分な量です。ビールが欲しくなりますけど。今日は一人なのでお茶にします。白身の軍艦。マグロ軍艦。卵焼きも美味しい。マグロの赤身。イカも柔らかくて最高。一つ一つがすべて美味しいです。提供までの時間も早いですよ。お味噌汁は青さです。仲見世商店街にもう1店舗の磯丸さんがあります。内容はお寿司のみです。お店は少し狭いです。同じような寿司を提供しています。仲見世商店街を抜けると熱海プリン隣に海鮮寿司のお店があります。おまぜさんです。握り寿司ではなく海鮮丼専門店です。マグロ丼も990円でいただけますよ。おまぜ1500円。タイ、マグロ、イカやタコ、イクラ、卵、キュウリなどたくさんの種類の魚が入っています。海苔を混ぜた酢飯も最高です。熱海駅周辺の寿司店、参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。豆散歩続きます。